会のシンボルのヤシの木と初代会長ルートビヒ一水ミノりを結ぶ会は17世紀のドイツで結成された国語協会である。ドイツ各地でバラバラだった方言から標準的なドイツ語を創出する目的で結成されたものでドイツの国語協会としては初めてのものだった。ドイツ語のフルーツブリングンゲゼル・シャフトの日本語訳としてはみりを結ぶ会、みを結ぶ会、みりの会、 実りの開国語教会、結実教会、結実結社、創造教会などがある。また、この教会のシンボルマークが、ヤシの木とヤシの実だったことから、ドイツ語、パミノルデンの異名もある。実りを結ぶ会は、1617年にワイマールで設立されたドイツ語の国語教会である。設立には、ドイツの学者や両方君主が参加し、これは、 ドイツの国語協会としては歴史上初めてのものだった。実りを結ぶ会はドイツ各地でバラバラな方言に分かれているドイツ語に対し標準的なドイツ語を提示することで学術や文学に資することを目指していた。これはイタリアのフィレンツェで組織されたクルス科学会を模したもので同様の会はフランスやイギリスでも設立されていった。この会は パミノルデンに相当の名称でも知られている。これは、実りを結ぶ会の紋章がヤシの木をモチーフとしていたことに由来する。ワイマールの宮廷参事官だったカスパー・ホン・トイトレーベンがこの会の発起人である。トイトレーベンは若い頃にイタリアを旅したことがあり、そこでイタリアの国語協会を知ってこの会の設立を思い立ったのだった。1617年8月に行われた。 ワイマール沖先、ドロテアマリアの総例の時に、あちこちの諸公が集う機会があり、イタリアのクルス科学会を例に挙げて、ドイツ国語協会の設立の提案をした。特に、クルス科学会のメンバーだった、アンハルト系天皇、ルートビヒ一世が、この提案に乗り気で、ルートビヒ一世を回答に迎えて、実りを結ぶ会が設立される運びになった。実りを結ぶ会には、一人の王、 153人のドイツ諸行60人以上の貴族や数多くの学者が名を連ねた。実りを結ぶ会は1668年に解散した。実りを結ぶ会に関する最古の言及は1647年に出版されたカール・グスタフ本・フォンのデア・チュッチ・ポンバウムの中にある。ドイツ語は古来から無数の方言に分かれていて互いに言葉が通じないほどだった。 16世紀に宗教改革を行ったルターが表したドイツ語、聖書はすべてのドイツの民に通じるドイツ語を目指した最初の試みだった。当時ルターを庇護したのがザクセン選定校だったこともあり、その本拠地であるビッテンベルクの宮廷で使われていたオーバーザクセン方言がその基礎になった。しかし、ドイツ語は大衆の候補に過ぎず、教会や学問の世界では、 ラテン語が用いられており、当時の出版物はほとんどすべてラテン語で観光されていた。また、宗教改革は、信教派の各地に学校設立ブームをもたらした。従前の伝統的な大学の多くは、神聖ローマ帝国の管轄下にあり、神聖ローマ帝国は急教だったので、信教派の両方や諸都市では自分たちの宗派にかなう。 教育を授ける新しい学校を必要としたのである。こうした学校の多くは、大学での専門教育の準備として、古典言語である、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語の教育を重視しより、ドイツ語はそれらより、会に置かれていた。ルネサンスの動きがドイツにも伝わると、ドイツの一部の人文学者たちが、上品な言い回しを好んで外来語を使うようになった。ラテン語や、イタリア語、 スペイン語が盛んにドイツ語に流入し、特にフランス語が最も高級な言語としてもてはやされるようになった。それを教養階級が真似をして、一時的にかなりの外来語がドイツ語に混入するようになった。とりわけ、音楽、舞踊、演劇、建築、美容、衣装、料理などの分野で、それが顕著だった。一方これに反発し、 母国語としてのドイツ語を純化しようという人々も現れるようになった。古典語教育を行う、ヨハネウム学院の卒業生であるボフガングラトケという教育者は、ドイツの学校でのドイツ語教育の重要性を訴え、スプラクブンストを表した。ラトケは、正しいドイツ語の習得は、古典語の学習に役に立つと説いた。はじめラトケの主張に耳を貸す者はいなかったが、 1612年にフランクフルトで行われた新生ローマ皇帝を選定する会議の場で言葉がバラバラに分裂しているドイツの民を一つのドイツ語の元に集めることは少量法に分裂して相争っているドイツの民に平和をもたらすだろうという憲白書を掲げドイツ語教育の必要性を訴えた会議に出席していた諸公の中から何人かがラトケの意見を入れて 学校改革の意義を認めるようになった。実りを結ぶ会は1617年夏のワイマールで結成された。この年の7月にワイマール公国の大きさき、ドロテアマリアが没し、ワイマールで営まれた僧霊に各地の諸公が参列した。ドロテアマリア大きさきはアンハルトゼルプスト公国の公助であり、アンハルト経典公国のルートビヒ一世の実施である。ワイマール側では、 大妃崎の息子であるヨハン・エルンツと一世とビルヘルムの兄弟がワイマールを共同統治していた。一般民衆も参加した総例が終わった後、会食の席上で、作法と民衆語の話題になり、ルートビヒ一世とワイマール公、そしてそれぞれの宮廷官らによって、実りを結ぶ会の設立が決まったのだった。設立を提案したのは、ワイマールの宮廷参事官。 カスパー・フォン・トイトレーベンだったという。トイトレーベンは、イタリア、フランスなど各国を旅したことがあり、イタリアで民衆語の純化に取り組んでいる、クルス科学会のことを知っていて、これを紹介したのだった。トイトレーベンは、ドイツにフランス語が流入していることの危機を、ワイマールとアンハルトの諸行に訴えた。アンハルト系天皇、ルートビヒ一世は、これに真っ先に賛成した。 ルートビヒ一世も若い頃に3年間をかけてイタリアを旅したことがあり、1年を越すフィレンツェ滞在中に自らクルス科学会の会員になっていたのである。また、ルートビヒ一世は1612年の選定会議でのラトケの憲白書を採用した諸侯の一人でもあった。その日のうちに実りを結ぶ会の発足が決まり、ルートビヒ一世を初代会頭とすることになった。 後年発行された会報によると、この会合が行われて会が設立されたのは1617年8月24日ということになっている。ただしこの日付の正確性は疑わしいとの指摘もある。ドロテアマリア大キサは7月18日に亡くなっており、その総例は8月5日に終わっていて、8月24日は服務期間中だったはずだというものである。この説によれば、 8月24日は1572年にフランスでカトリックによるプロテスタント虐殺事件が起きた日でプロテスタントにとっては重要な日付だった。だから後年になって会の発足日をその日に結びつけたのだろうと推測している。実りを結ぶ会には生まれついての貴族と精神の貴族が集った。その中にはスウェーデン王ガール10世のような王。 各地の選定校、職校、貴族、学者や、マルティン・オーピッツ、アンドレアス・グリューフィウスのような詩人がおり、総勢890名となった。このように、身分の差を超えて、文学という一つの目的で様々な階級に属する人物が集まったことは、ドイツ語やドイツ文学の発展にとって大きな節目となった。会の目的は主に、ドイツ民衆の交互から、 フランス語などの外国語の影響を取り去り、高知ドイツ語を標準的なドイツ工語,語として純化勘用し、そのための文法書や辞書を提供し、正しい語法や発音を指導し、学校を整備することにあった。特に会長のルートビヒ一世のアウンハルト経典広告では、それが顕著に行われた。ルートビヒ一世は、1619年に学校を設立してラトケに監督させ、 さらに自ら神聖ローマの宮廷詩人、ヒューブナーの作品を数多く翻訳して観光し、学校の教科書とした。しかしながらその取り組みはあまりうまくいかなかった。開校からほどなくして関係する聖職者同士の争いが始まり、それがやがてラトケトルートビヒ一世の不和へ発展した。結局、ラトケは広告を追い出されてしまった。 設立当初の会長はルートビッヒ一世。二代目会長は設立に関わったビルヘルム四世である。ビルヘルム四世が1662年に没した後の次の人選には時間を要し空白期間がある。会は半世紀以上も続き、30年戦争でドイツが分裂しても政治や軍事上の利害を離れて純粋な文学活動として続けられた。 しかしやがて当初の理念と現実が乖離していき、実情に合わなくなっていった。会は三代目のアウグストの死をもって解散した。アウグストの死によって、彼の両国は分割され、主要な部分は、ブランデンブルク選定校、フリードリ・ヒビル・ヘルムのものとなった。そのブランデンブルク選定校領では、 文芸よりも実益にかなう学問が重視されており、特に絶対王政への系統から、フランス語を史上とし、ドイツ語を価値のないものとみなしていた。この風潮は、実りを結ぶ会のようなドイツ母国語の純粋化運動とは全く相入れないものだった。実りを結ぶ会は、ドイツ語の国語協会としては、ドイツ史上初のものであったが、間もなく、これを真似て、 各地でも同じような団体が次々と組織された。例を挙げると、ストラスブルクで1633年に設立された、モミの既成実教会、ハンブルクで1642年に設立された、ドイツ主義者、リューベックで1652年に設立された、エルベ白鳥会、ニュルンベルクのベーグニッツバナの会、ケーニフィスベルクで、ジーモンフ派が主催した、 京ニヒスベルクのカボチャ小屋などがある。しかし、会員規模でも重要度、知名度でも実りを結ぶ会が最大だった。実りを結ぶ会が数多くの会員を集め、君主から学者まで幅広い階級の参加者を集めたのに比べると、皇族の国語協会の多くは特定の文人を中心にした個人的な集まりの規模に過ぎないものが多かった。また、 フランスでは1635年にアカデミー・フランセーズが組織されており、皇族の国語協会は外国の模倣に過ぎなかったという見解もある。広大には清潔な形式主義や極端な確一性、過度の排他性に陥って柔軟性を失い、非難されたものもあった。歴史的には国語協会の功績はもっぱら、ドイツ語の純化にあったという限定的な評価がなされてきた。 近年の文学史アは、実りを結ぶ会は単なる国語巡回やドイツ語の発達に寄与したにとどまらず、ドイツにおける人文主義を推し進めたと考えている。以前のドイツでは、貴族、学者といった知識階級によるラテン語の文学と、庶民、市民階級のドイツ語の文学は全く別世界のものとして扱われていたが、両者が交わることで新時代のドイツ文学の土壌と、 なったと考えられるようになっている。会員は互いに礼節を重んじることが義務とされた。これによって昔からそやとみなされてきたドイツの両方君主たちに優美で早朝な宮廷文化が普及するようになった。政治、軍事、宗派のポリシーを超えて数多くの両方君主が集ったことで間もなく起きる30年戦争で敵味方に分かれた。 両方君主の間でも円滑な連絡が確保され、戦中戦後の交渉に大きく寄与することになった。さらに、これらの国語協会の活動は、ドイツに対する愛国心を育んだ。実りを結ぶ会からは、17世紀に流行したドイツのバロック文学が生み出された。実りを結ぶ会や、各地の国語協会の精神はさらに受け継がれ、18世紀のゴッドシェートによる、 ドイツ語改革運動とドイツ学士解説率へ繋がっていった。一方、こうした正しい文法に関する規制はやがて過剰なまでに厳しくなっていき、それに対する反発は18世紀後半に疾風怒涛運動となって現れ、さらにそこからドイツのロマン主義や古典主義が生まれた。ありがとうございます。